今回は、千年決戦後の後定十三隊の戦力について、不安を覚える読者の反応集を紹介します。それではどうぞ。弱そう。山爺一人で全滅させられそう。凶楽、強い。ソイホン、に撃必殺があるから強い。ローズ、音で強制的に幻覚症状を起こせるから強い。イサネ、救護専門だから強くなくても問題ない。ヒラコ、平行感覚バグらせるから強い。ヤクヤ、強い。鉄左衛門、視界でアランカル倒せるから強い。ヤドウマル、多分強い。ムグルマ、多分強い。ヒツガヤ、大人の姿は強い。ザラキ、強い。マユリ、強い。ルキア、エスパーダ倒してるから強い。安心やろ。この。これはひどい。隊によって格差が大きすぎる。進行されそう。アイゼンが釈放されるまで耐えろ。アイゼンって最後どうなったっけ？また牢獄にぶち込まれとるで。1、5、6、10、11、12で支えるから。連載から一度も変動がなかったのに、6、10だけか。そもそもこんなに隊は必要なのか？こいつらの仕事ってそんなにある？新聞書いたりしてるから。結構書類仕事多いんだよな。ヒツガヤがやってる描写多いし、他が仕事しないだけかもしれんが。7が特にひどい。リサが隊長になってんのにラブは何してんの？ジャンプがある現世に残留。7はラブがそのうち帰ってくるんじゃない？10年後にはソウルソサエティでもジャンプ読めるようになってそうだし。ソイホンって、作中で一切実力の成長ないのがすごい。竣工は使えるようになったやろ。完成してないやろ。アンチオツ、ソイホンはめっちゃ努力してるから。救護、ソイホンがこの先威信を取り戻す方法。挽回使える副隊長が3人もおるやん。これは最強世代。マジレスすると技術開発局がウライモンとマユリの2人体制になった時点で、仮に隊長全員雑魚でもチート発明でどうとでもなるんだよね。ユーハバッハの目的が何だったのかがそもそもわからんのだが。マジで何？霊王落として成り変わることちゃうかな。より城として大体物になれたわけやが。現世とウェコムンドとソウルソサエティの壁を取ったらって誰でも自由に行き来できるようにするじゃなかったっけ。聖者も死者もホローも死神もクエンシーもウジャウジャいる一つの世界。ワンちゃんが好きだったんだが、生きてるんか？もう隊長はやれないけど元気に生きとるで。犬になって山に住んでる。元気ならそれでいい。死神サイドとクエンシーサイドの力量差が凄まじかったけど、死神サイドはなんであんな弱いんや。マジでインフレぶっ壊れてたな。八の副隊長はギャルやろ。後日談見てたらザラキとマユリとヒラコでなんとかなりそうやん。バイザード連中から、レンジが隊長の座を奪い取れや、2000年後にはお前も佐々木部長次郎扱いされんぞ。え、レンジはまだ副隊長なんか？余裕で隊長クラスやろ？レンジとか余裕で隊長クラスやからな、スーパースター瞬殺してるあたり、間違いなくローズ牽制ヒサギよりは強い。ローズ、牽制さんは隊長クラスに達してるんか？挽回使えれば一応隊長レベルや。ハゲ、挽回使えるのバレたら、隊長にされちまうからな。ホオズキマルとかいう、壊れたらもう直せないのに壊れないと火力でないゴミ残白刀。イバさんの残白刀をいい加減出せ。イバの扱いの悪さな逃げにブリーチ1やろ。佐々木部の方がまだ扱いいいわ。ひいきにされてる11番隊出身やし、駒村からの評価も高くて結構いいポジやろ。見せ場がなかっただけや。ソイホンの二撃決殺が決まったことあった？あとローズは鼓膜破って対策されただろ。バラガンの従属艦相手に、早すぎて一撃にしか見えなかっただろうとか、ドヤ顔しながら決めたのが唯一の発動シーンやな。言うてもうユーハバッハもいないし、アランカルも敵対するような存在じゃなくなってるし、ちょっと弱体化しても問題ないんじゃね。地獄から初代後帝十三体やってきたら詰みそうだけど。早く死んでソウルソサエティに就職しろ。でもまあ100年後にはイチゴ死んでるから、即座に隊長に据えて終わりか。みんなイチゴ早く死なないかなとか思ってそうで草。イチゴの葬式とかすごい盛り上がりしそう。ドラフト会議やろ。隊長姿のイチゴみたい。どの隊長がリストラやろな。とりあえず10番隊入りになるんじゃないかな。火力に関してはレベチだけど、トップに立たせるにはあまりにも甘ちゃんすぎる。イチゴの部下になりたいって死神はどれだけいるのかね。山田と千年決戦編の最初に派遣されてきた奴らくらい？将来老衰で死んだちゃん一がソウルソサエティにやってくるとしてどの姿で来るんや？山爺みたいに元気なジジイならええけど、寿命で言ったヨボヨボのジジイが来ても困るやん。死神、クエンシー、ホロー、フルブリンガー、ドン観音寺ってどれに該当するんや？どれでもない謎の超能力や。
6番隊だけ戦力過剰すぎるやろ。なんで連次隊長にさせへんねん。なんとか言えハゲ。ローズとか生きてたんだ。ゾンビ化して死んだと思ったわ。キライズルも体に穴開いたまま副隊長やってるし。チーム半分くらいに再編しろ。裏原とかイチゴパッパ呼び戻せや。白夜ケンパチマユリヒツガヤエアートは誰でもええやろ。月島さんたちは何してるんや。ルコン街でスローライフ満喫してる。小説では活躍してたな。すべて月島さんのおかげなんだよな。あながち間違ってないのが腹立つ。バーンザウィッチの魔女って死神と同じ能力カテゴライズでええんか。サーベルスあたりは戦闘集団やろうし、大体対応してるんちゃう。西は結構部門分かれてて、固定13体の方が分化してない感じでイメージしてるわ。この時の過去編やたら面白いよな。終盤チート能力だらけで山 G 追ってもおそらく新鋭隊すら倒せんかったやろ。牽制のがっかり具合がひどすぎた。もう少し強く書いてやれよ。まあいざとなればアイゼンを条件付きで釈放したらええから。凶楽までいなくなっちゃったら、立場的に次の総隊長は逆やっていう層の薄さよ。室外やろ天才やし。山 G が消えたのが痛すぎるわ。いるといないとで安心感が違う。相手と頭がちょっと悪かっただけで、強すぎるよなあのジジイ。ケンパチが覚醒してもユーハバッハ倒せないし、ひょっとして宇野花隊長って無駄死にか。みんなが忘れた一丸の後継隊長。兄折は NG。挽回しても火力が友人弱化以下だよなこいつの残白刀。短期連載でいいからこの時代の過去編やってよ。何ちゃら不老不死ちゃんの活躍を見せろ。これほんま見たい。地獄の話の早続き書いてよ。1話だけ読み切りで続きなしとか生殺しすぎる。なんでこの人が副隊長にすらなってないんや。その人石田に霊圧の出るところみたいなの破壊されたから現場復帰無理やろな。こいつもう死神の力失ってるんやろ。かわいそう。イチゴみたいに霊力のこもった刀使えば復活するんだろうけど誰も協力しないだろうってことの方がかわいそう。総合的にはある意味作中での初代より強そうだけどな。凶楽は山 G と違って絡めて出くるし、各隊も連携取れるし、霊王級で鍛えたメンツもいるから。山 G とアイゼンいる時点で初出時の13体のが圧倒的に上、そのくらいあの二人はぶっ壊れ性能してる。総合的には山 G と浮竹等の花さんと佐々木部とアイゼンがいる初期面のが圧倒的に強い。つうか、元の後手13体だって山 G とアイゼン以外に足り寄ったりなのに、対して今と変わらねえだろ。むしろその二人プラスの花以外は平均的に10年後の方が優秀な可能性すらある。特にケンパチ、ヒツガヤ、略やあたりは超強化されてるし、レンジあたりは下手な隊長より強いし。ケンパチマユリの二大巨頭がおるし、ヒツガヤがだんだんためなしで完全体になれれば山 G の代わりになるから別にいいだろ。それ以外の連中には期待できないが。東四郎とかいう何もしてないのに突然ケンパチとスマヌを超えて最強になった天才。救護担当って面では宇野花時代よりも優秀やぞ。なんせ小鉄姉妹特に清音って実は街道の天才やからな。宇野花は雰囲気で持ち上げられてるだけで大したことないわ。剣術しかできないから絡めて相手なら手も足も出ないだろう。お前何言ってんだ。初代の頃はともかく4番隊隊長になってからは普通に軌道も使ってるだろ。宇野花さんは切り合いが好きってだけで軌道のパラメーターは山 G やアイゼン同様にカンストしてるぞ。まあ10年後の隊長連中って、半数はレンジより弱いだろうし、なんか頼りないってのはわかる。いやどう丸はエロ枠ですか。バイザードの連中ってホローの力持ったまま死神に復帰してええんか。まあ100年持たせれば室外が超強くなるんやろ。